分かりやすい紙の一文字、ちょっと敷居が高いなと思っていたんですが、今回初めて入らせていただきます。ペーパーショップ佐久間はその名の通り紙の専門店。本社は印刷会社向けの紙卸売業を営んでいますが、1990年に一般客向けの小売部門としてこちらの店舗をオープンしました。想像以上に店内が広くてちょっと驚いたんですけど、そうですね、奥に長いんですよね、はい、何種類ぐらい取り扱ってるんですか？同じ種類の紙でも色違いですとか厚さ違いとかそういったものも含めると、店内には多分1000種類以上の紙は常にあるような状態になりますね。1000種類。手触りもツルツルしていたりとかザラザラしていたりとか、あと硬いとか透けるとかこんなに必要かなっていうぐらい、はい、でも必要とされる方は確実にいらっしゃるってことですね。はい、なんと品揃えは全国最大級。国内に流通する印刷用紙の 80% 以上を取り寄せることができます。紙は1枚から購入できるほか、1ミリ単位で好みのサイズにカットも可能。大きさを自由に指定できる秘密はバックヤードにありました。一段一段すべて違う紙が入ってまして、もともとのサイズ、例えばこの紙だとここからここまでで1メーター20センチで奥行きが90センチあるような紙がこれだけ今ここの棚に入ってるっていう感じです。これをニーズに合わせて、はい、裁断してご希望のサイズに切ってご用意してますね、はい、これが、はい、その裁断用の断裁の機械です、はい、これ何枚からいけるんですか？そうですね、今ここにあるこの紙これで500枚。500、はい、じゃあお願いします。おお、もうこのぐらいの厚さは全然問題なく、はい、一瞬ですね、この分厚さでも時間としては1秒かからなかったぐらいですね。あ、そうですね、はい、きめ細やかなサービスを提供する一方で、近頃はペーパーレスの世の中に。時代の変化をどう受け止めているのでしょうか？そうですね、やはり普通の白い紙ですとかコピー用紙とかそういうものはやっぱり昔と比べると購入される企業さんとかもどんどん減ってますし、紙じゃなくてはいけないものっていうものしか今後はちょっとなくなっていくのかなっていう感じですね。どこに行っても見つからなくてっていう感じで来られる方も多いので、やっぱりそういう場合はちょっと探してあげなきゃっていう使命感がこの1000種類の中そうですね、紙飛行機を作るのに飛ぶ紙の種類ってどれなんですかとか、ちっちゃい切れ端を持ってこられて同じ紙を探してるっていう探偵さんみたいですよ。いやもう本当にそうです、そうですお困りのことがあれば、はい、紙のことに関しては紙対応していただけるということですね、はいはい、こちらも本当日々勉強させてもらってる感じですね。